こんにちはファンキーサックスプレイヤーの藤野美由ですファンクソウル R&B ロックが大好きでかっこいいファンキーなサックスを吹きたいという方ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします今日はですねロックなサックスの吹き方をレクチャーさせていただきたいと思います ということでですね、早速なんですけども、今日は前回、先週だったかなもうちょっと前だったかな私のアルバム、ライトタイムというアルバムの中からカバー曲で、パワーオブラブ、ザ・パワーオブラブという曲のカバーをご紹介させていただきました。それで今日はその楽曲の吹き方の解説レクチャー とということでお送りさせて頂きますあのバック・トゥ・ザ・フューチャーの主題歌ですねこちらを、えー、私2018年の、えー、5月にリリースした「ライト・タイム」というアルバムでカバーとして1、えー、曲収録していますその時の収録のね楽曲をちょっと途中ぐらいまで聴いて頂いきたいなと思っております 今日はグロートーン多めの Power of Love のカバーをお送りいたします。それでは張り切って。<music> そもそもなぜこの曲を選んだのか。 なぜこの曲をアルトサックスで吹こうと思ったのかというお話からさせていただきます。この楽曲はですね。うんプロデューサーのギターの佐橋義之さんがみゆきちゃん、この楽曲がいいよって選んでくれたんです。なぜかと言いますとですね。このプロデューサーの佐橋義之さんがですね。このパワーオブラブの元のそのオリジナルのね。 ヒューイ・ルイスザ・ニュースのこの歌い方がですね私のアルトサックスの声と音と似ているというふうにおっしゃってくださったんですよ。で私もその「パワー・オブ・ラブ」を聞き返してですねあこの歌い方は確かに私もアルトサックスで吹いたらこんなふうに吹きたいっていうイメージができるなって と思ったのでああじゃあ佐橋さんで、その歌の部分と私のアルトサックスがどういうふうに似ているかって聞いてみたんですそしたらめっちゃくちゃ面白い答えが返ってきて私のアルトサックスの音がまるで大阪のおっさんが歌っているような。 アルトサックスの音だっておっしゃってくださったんですよいやパワーブラブまあ確かにちょっと大阪のおじさんがね歌っているような声こうちょっとハスキーなダミ声な感じのだしああなるほどと思ってで私もアルトサックスでこうなんかこう綺麗な音色を出したいとかじゃなくってハスキーなこうドスの効いたとか そういうい音を出したいタイプなんで,す、ね、でまあそこがロックにつながるのかなって思ってまあじゃあサックスでどういうふうに表現するのかなって考えた時にグロウトーンを使おうっって思ったんですこのすなわちこの楽曲をほとんどグロートーンで吹き倒したらそういうふうになるのかなって思ってそれで。 ロレコーディングしてみたんですね。そうすると、あんなになった感じですね。はい。頭の出だしのところ、まず、ちょっとグロートーン気味に入ります。こんな感じです。はい。こんな感じで、しばらくグロートーンのまま行きます。 で途中から元に戻す音色を元に戻すシーンを作りましたそれがここですこの部分ですねここを今の音域とあともう一つこの音域も重ねました この音域を重ねました。オクターブユニゾンっていうやつですね。それまたちょっとね、音源の方聞いてもらうと面白いと思うんですけども、ここだけちょっと爽やかに吹こうかっていう指導もあったので、ちょっと割と爽やか気味に頑張って吹きました。はい。で、その後来てるルルルルルル、ここでまたおっさんに戻るという設定なんですね。 こんな感じです <noise> こんな感じの味付けですね。なので基本的にこの曲はグロートーンかけっぱなしの音です。はい。レコーディングもね、ずっとうーうーうう言いながらね、えー、吹いてましたね。うん。でもなんか、なんていうんですかね、この、 この曲ロックなので基本的にスロックソウルな感じなのであんまり綺麗に吹きたくなかったんですよねなのでこうちょっとハスキーなボーカルのイメージだったのでやっぱグロートーンかなと思ってずっとグローをかけて練習あ練習じゃない録音しましたなのでグロートーンを使う時のワンポイントアドバイスなんですけども そうですね使いたいフレーズのところをもしこれが歌だったらどんな感じになるかなっていうのをイメージしてみるといいと思います。ね、ハスキーな感じで歌っていいるようにしたいとかね、うん、そういう時とかにグロウトーン使うとといいと思い思ます、はい、で私もそのやたらめったら、まあ、この曲に関してはもうずっとねハスキーな感じでいきたかったのでほぼ そのグロートーンをかけっぱなしなんですけどもしょっちゅうしょっちゅうそれをやっているわけではなくやはり自分がが歌いたいいいたたたって考えににどういう音色にしたいか、うん、ここが重要なんですよね、うん、なので一旦ちょっと歌に置き換えてどんな技術を使っていくかっていうのを考えてカバーとかでもやっていくと面白いと思います。 はいもうねグロートーン使うだけでもうほぼロックになりますから是非この技術はですね取得していただきたいですねはいファンキーになりますよということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまたねこのカバーなどの楽曲の解説っていうのをまたやっていきたいと思いますはい是非是非チャンネル登録して お待ちくださいということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうではではありがとうございます